ようございます。今日明日と東京の文京区にあるカフェで靴磨きを出店させていただきます。その方とは北九州のカフェでたまたま入ったお店で出会って、東京来るときあればよかったらうちのお店使っていいですよって言ってくれてたんで、北九州での出会いがまさかこの東京でもまた発展するとはっていう感じですね。そこで多分また東京でも新しい出会いがあるだろうし、そう考えたらどこで誰とつながるか分かりませんね。そしてありがたいことに東京でも結構靴磨きをお願いされてたので、僕がオールジャクソン号で向かうもいいんですけど、やっぱり体は一つなんでね、あちこち行ってたら体力もだいぶ削られるし時間もかかるんで、そこの東京のカフェにここでやりますよっていうのを言ったら、じゃあそこ行きますって言ってくれる人もいるので、めちゃくちゃありがたいなと思います。今日もキャピタルの足元輝かせてきます。おはようございます。この前ありがとうございました。本当っすか、嬉しいっす。めっちゃすごいブーツですね。一旦古いクリームを落とします。めっちゃついてると思う。おー、当然に声かけたから。はい、ありがたいっすよね。広報部長に声かけたの。はい、広報部長が全部バーってやってくれたから。はい、本当にまだ若いんだから頑張ってくださいよ。ありがとうございます。若いっていうのはね、財産ですから。今上野さんおいくつですか？73です。73なんですね、まだでも現役で書かれてるんですね。そうです、現役で。だから80までは書きますよ。80までは書くんですね。で、東京都の審査員やってんだよ。絵の関係。審査員やってるんですね。そう、でまだ80まで絵を描くっておっしゃってたじゃないですか。はいはい。なんか他にもやりたいこととかあるんですか？全てやりました。もうやりたいことをこれまでの人生で全部やってきたんですね。全部やってきた。海外で絵描かれたりとかも。そう。ただその絵を描くっていうことを媒体に、はい、いろんな人と知り合ってね、はい、とにかくいろんな方と話をして、早く言えばそれが一つの財産になります。はい、自然めっちゃあるから、そういうところ歩いたりとか。なんかこの歩いてきた中で学んだこととかってあるんですか？歩いて学んだこと、はい、歩いてればつくんだなっていうことかな。歩いてればつくんだなってことなんですね。なんか、まあ、辛いなっていうのがあっても、はい、まあ、一歩一歩進んでればちゃんとゴールするな、大体。当たり前やけど、自分で経験した中ですもんね。そうですね。でも何事もそうですよね。いや、そうなんですよね。半年ぶり、1年、半年ぶりくらいですか？そうやな。あれ冬でしたもんね。冬。あれなんか、めっちゃごつなってない？若干。やっぱごつなりました、僕。え、なんかこの肩周りや。なんか、めっちゃ走った後に、めっちゃ50キロから100キロくらい走った後に、うん、普通にいっぱいご飯食べさせてもらってるんで、うんうんうん、やってること高校球児なんですよ。しっかり運動してしっかりご飯食べるっていう。あ、その小学校はちょうどあれですね、リノベーションです。そう、東大のある町だ。東大がある町ですね。文京区の本郷のキャンパスの町。はい。長い一日がやっと終わりましたね。朝から早起きして YouTube の編集して、朝の9時から
約17時までぶっ通しで靴磨きして、そこから移動してまた靴磨きして、知り合いとご飯一緒に食べて、そして今ホテルに帰るという、長い一日が終わりました。ありがたいですね、東京に来てこうやって人と会う約束があったりとか、靴磨きの予約があったりとか、明日も同じ文京区で、靴磨きをさせていただくんですが、もうすでに明日行きますって言ってくれる方が、明日が土曜なんでね、明日の方が多いんじゃないかなと、思っております。なんでもう12時も超えてちょっと睡眠不足気味なんですけど、明日一日踏ん張りたいなと思います。明日が関東の山じゃないかなと思っております。気合い入れて靴磨いてきます。 Good night。